こは姫グマちゃんのデコフードを作っていくぜ。今日こそ作らないと、姫グマちゃんがリングマに進化しちゃうのぜ。ここ今回は左上にあるポケモンカフェミックスに登場する姫グマのコーヒーフロートを作るよ。このチャンネルでドリンクを作るのは初めてね。イラストをよく見ると、氷のアイスコーヒーが入ってるから初めに冷やしておく。これこそ本当のアイスコーヒーだな。ちなみにアイスコーヒーは和製英語。英語ではアイスドコーヒーまたはコールドブリューコーヒーっていうのぜ。へえ、そうなんだ。それで、今は何してるの？姫グマの額の三日月をホワイトチョコで作ってるところだよ。一つまともなのができたのでこれを冷やして固める。かりんのパンダコップだ。上にある茶色いコーヒークリームを作る。インスタントコーヒーにお湯を小さじ1加えて混ぜ混ぜする。このパンダコップはドラマ相棒の隣の部署の角田課長がいつも持っているコップなのぜ。マニアックすぎてわからん。コーヒーと生クリームを合わせる。砂糖は15グ。生クリームって水分が入ると泡立たないんじゃないの？コーヒー混ぜて大丈夫なの？確かにいつもより泡立ちにくい。でもしばらく混ぜていたらちゃんとクリームになったよ。泡立ったけど、全然イラストと色が違うじゃない？色薄すぎだ。こうなったら奥の手だ。困った時のチョコレート、温めつつ、さっきの生クリームを加えていくよ。一応言っておくけど、カリンは本物の姫グマのコーヒーフロートを飲んだことがないから想像で作ってるわよ。ぜひポケモンカフェに行った際は詳細な食レポをお願いします。いつも作る前にポケモンカフェで食べた人の感想がないか探してるのぜ。そしてあんまり味の感想が見つからないのだ。もう自分で食べに行けていき。チョコレートで色の調整は完了。ここから盛り付けなのぜ。凍らせておいたアイスコーヒーを何個か入れる。氷の音ってなんかいいよね。牛乳は贅沢に、ジャージー牛乳を使用するよ。ヒルゼンのジャージー牛乳これは美味しいに決まってるのぜ。でも私牛乳嫌いだから単品では飲めないな。豚に真珠かな。おいおい、せめて猫に小判にしてくれよ。でもコーヒー牛乳は好きなのだ。給食のコーヒー牛乳美味しかったな。ピンボケのこれ何？これはスーパーの駄菓子コーナーによくあるミニドーナツだよ。絶対ポケモンカフェさんもこれ使ってるよ。これは安くてうまいから子供に人気だよな。だから息子っちに見つかって握りつぶされちゃったんだよね。だからこのドーナツボロボロなのか。あれあれやばくない？落ちたー。あれもうドーナツのストックないから今落ちられたら困るんですけど。他のドーナツもボロボロなのぜ。あら、まずいわ。姫グマちゃんが怒って進化しようとしてるわよ。え？ビーボタン連打だー。ふう、なんとか進化は防げたみたいなのぜ。できました。いかがでしょうか？お怒りのようね。わかった、作り直すから機嫌直して。姫グマちゃんは可愛いのに、進化すると怖いのぜ。姫グマの世界説明。甘い蜜を手のひらに染み込ませていつも舐めている。姫グマによって味が違う。ああ、指が甘いからいつも指を加えているのね。かわいい。そして、この買ってきたドーナツは砕けてないわね。三日月チョコも乗せるのぜ。とても真剣です。おー、いいね。最後にストローを刺して。姫グマのコーヒーフロートの完成。買い出しに走って喉が渇いたから早速、いただきます。ズズズースビズバー。牛乳苦手なカリンでも飲めるの？美味しい。コーヒーとチョコレート合うよ。アイスコーヒーは無糖だから甘すぎずちょうどいい。このドーナツはどうなんだ？ドリンクに合うのか？甘い。甘いから、こっちの甘くないコーヒーフロートと合うよ。そうそう、後ろのポケモンの箱は何なの？スーパーのお菓子コーナーにあった。チョコのスナック菓子。なんだっけこのポケモン？これはガラルカモネギが進化したネギがないとだよ。ポケモンシールが入っているから開封してみよう。ポケモンパンのシール集めてたな。なんか変なの出てきた。知ってる？父ちゃんか。父ちゃんだのやつじゃないか。いや、何の話だよ。ほら、ポケモンの映画ここに出てた父ちゃんじゃないどん。こんな父ちゃん嫌だよ。これハウルの動く城に出てなかったか？黒い影みたいなやつ。似てるけど全くの別物だよ。これはオーロンゲというポケモンの最新作の剣盾で出てくるアクトフェアリータイプのポケモンだよ。うちのチャンネルの人たちは新作に詳しくないから残念だったね。それで次回は何を作るの？次回は、なんと、ヨウムちゃんを作ります。ずいぶん久しぶりじゃない。というのも今週の17日土曜日にヨウムのミョンちゃんクッキングさんとコラボします。コラボ？マジで？それで前日の金曜日にアップする動画にヨウムが出てくるんだな。そうです、ヨウムちゃんが久しぶりすぎるから思い出そうと思ってね。それでは今日はこの辺で。チャンネル登録、高評価よろしくなのぜ。ここまでのご視聴。
ありがとうございました。